こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。卵ありがとうございます。やっほー、お疲れ様です。こんばんは。今日はおしゃべり会ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんか帽子かぶってたから前髪おかしいけど。こんばんは。鼻が黒い鼻が黒い、マジで鼻黒い。悲しい。どうすればいいの。鼻が黒すぎる。卵たくさんありがとうございます。ハートありがとうございます。すっぴんで入れなくなっちゃう。鼻が黒くて、鼻が黒くてすっぴんでいらない。ドラマありがとうございます。こんばんは。こんばんは。悲しい。本当に鼻が黒いのが本当に悲しすぎて泣きたい泣きたいです。こんばんは。もう顔がぐちゃぐちゃですね。一日経ったら。今日の主役はめっちゃスポーツできそうかなって。本当ですか？嬉しい。なんかどっちかというとさ、元からこういう服の系統を着てるタイプの女だったんですけど、まあアイドルになってから、まあ、ちょっとこれはいかんって思って服の系統を変えたんですよ。頑張って女の子らしいものにね、まあ、年齢的にも。で、ね、最近はだからそういうお花のワンピースとかさ、まあザ・アイドルなものばっかり頑張ってきてたんだけど、初心に戻りました。今日は初心に戻りました。ハートありがとうございます。そうそう、そうなんですよ。本当に服の系統がめっちゃ変わったの。私はもうなんか別人ぐらいに服の系統変えたから、自分アイドルになって。そうそう、
女の子らしい服全然着たことなかったんですけど、最近はどっちかというとそういう服の方が多くなってたから、久しぶりにちょっと着てみましたっていうハートありがとうございます。そうなんですよ。やっぱ太ったかもしれない。なんか今日のショールーム顔がデブいうわやっぱひな太ったかもしれない。なんかショールーム釣りがデブい。なんか顔がこうなってる。あ、やっぱ太ったんだわ。なんかそんな気がした今。そんな気がした。ほんと無理。今日もお菓子たくさん食べました。今日もめっちゃ食べた。激食べました。だって今日なんてもう買ってったもんもうおしゃべり会に食べ物がないとひな本当に最後まで息をしていられないんですよ。でもおしゃべり会のところのお菓子全然ないから、全然ないからってなんか置いとけやって言ってるわけじゃなくてね、まあないんですよ。やっぱないから、もうこの間のおしゃべり会も自分で買ってったし、お菓子食べ物がないと本当に最後の分まで生きていられないんです。私はお腹が空きすぎて本当に生きていられないんですよ。だから最近おしゃべり会毎回お菓子を買っていくっていうルーティンになっちゃって、今日もお菓子買っていっちゃって、そうんうん、助けてください。やっちゃった、本当に無理。そう、ハートありがとうございます。マジでやばい。もう今の体重信じたくないもん。こんな体重の人いるの、この身長でっていうぐらい重い。やばい、もうビビった。これはもうね、アイドルあのしていられないぐらいの体重になってしまうから、本当にだからちょっとマジで引き締めないとやばい生きていけない。これはちょっともうね、アイドルを続けて生きられるか生きられないかの境目に今いるので、ちょっと考えますはい、たくありがとうございます。いやでも、まあ、理由がいくつかあるんですよ。理由がいくつかありまして、まあ、いろいろとね。いろいろと理由がありまし、あるんですよ。まあ、いろいろあるじゃないですか。理由がいくつかありまして、まあ、私は悪くない。マジで。私は悪くない。
まあみんなもいつかわかるよマジで。でも今回ばかりは私は悪くないっていうか頑張ったダメしちょっとそう「こんばんは」そうそういやー本当に。でもとりあえずひなは悪くないんですひな悪くない。なんかそうやってみんな「いやあんたが食べたからそうなってんでしょ」って思うかもしれないけど、マジで今回ばかりは私は悪くない。いやでもひどいよ。違うんだよ。でもさ、だったら今日お菓子買っていくなよって話ですよ。いやでも違う、まず私が太ってしまったっていう、太ってしまったという現状になったその理由がちょっとね違うんですよ。だるまありがとうございますまあいろいろあったんですよいろいろあった、いろいろあるんですよこんばんは。とりあえずひなは悪くないっていうことだけ、お前が食べたんだろ、お前が悪いだろってなると思うんですけど、とりあえずひなは悪くないですでも食べたのはヤヒだよ。そうね、ま待てってまあそういうことで、まあ結局はまあ食べたんですよ。そうでも私はね、まあいろいろあるもうひなはもう褒められるべきだと思ってます。もうはい、褒められるべき。私は史上自分史上最高の体重になるまで食べたんだよ。そんなことある自分史上最高の体重に なったんですよ私。ハートありがとうございますそんなことなかなかないですよねハートありがとうございます。はあ、マジで無理。なんで、もう悲しい。ほんと褒めてほしい本当に褒めてほしい私を。かわいそう、うん、ありがとうございます。いやまさかさ、自分がさこんなに体重、こんな体重を生み出す日が来るとはさ思っていなかったんです。思っていなかった。痩せろよね悲しい。もうなんかそう
悲しいです旗ありがとうございます。うんうん、どうすれば痩せられるんですか。ひなは食べ物を我慢するなんて絶対無理だからって言って運動するのも無理だからそれ以外の方法を教えてください。美味しいこの食べ物めっちゃ美味しい食べ物をめっちゃ食べたら痩せるみたいな食材あったら教えてくださいこれめっちゃ美味しいんだけど食べれば食べるほど痩せるよっていう食べ物を知ってたら教えてください。食べるのを我慢するのも運動するのも嫌です。美味しいものをめっちゃ食べて食べれば食べるほど痩せるみたいな食材を教えてください。オートミール、あ、でもなんか今ママがオートミールのクッキーを買ってくれたんです。オートミールのクッキーを買ってくれたんですよ。そしたらなんかそれが結構美味しくてなんか無駄に食べちゃってちょっと逆に多分意味ないことしてる今。すっごい意味ないことしてると思う。普通のクッキーをバクバク食べるよりはいいのかもしれないんだけどすごい普通にバクバク食べちゃってなんかちょっとあんまり意味ないことしてる気がするそう、うん、ありがとうございます。あーもうやだ、本当にやだ、もう無理、もうやだ。ひなの体重を元に戻せ、ひなの体重を元に戻せ、マジで元に戻せはた、ありがとうございます。はあ、もう大嫌いもうほんと嫌い、大っ嫌い、大っ嫌い。ああ、うん。どうもありがとうございます。何があったんだ。いやでも別になんか。あ、そういうことねって感じだと思うんですけどそう、いや本当にまさかここまで自分の体重が増えることになるとは思わずだったので、なんかマジで人って体重こんなに増えるんだねうんうん、ありがとうございます。増えるのは簡単かも。いや本当そう、増やすのって簡単ですよね。でもさ、増やしたものをさなくすのってさめっちゃ難しいですよね。うんうん助けて、もうなんかさ、もうなんか今すべての調子が悪いんです、私にとって。なんかもう顔の肌荒れもやばいし、
過去一太ってるし、睡眠時間が足りてなさすぎて、なんか自分は今何してるのかがわからないし、なんかおかしい。とりあえず丸3日ずっと寝続けたいですはい、こんなに肌荒れしてる自分は見たことないっていうぐらい肌荒れしてるのに、過去一の体重だし、なんか睡眠足りてなさすぎて、なんか人間ってこんな短時間で寝落ちするんだっていう必要な時は針を無理はしないで、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。そう、遥村を主演、山子子復活、あり、もうあり、あり、ガチあり、ガチであり望む山ここ復活望みたい、マジで本当に山ここやりたい。2日連続パックしたみたい。そうなんですよ、2日連続パックしました。ひなー、もうパック2日連続なんてしたことないんですよ。もうできるだけ肌甘やかしたくなくて、でも今過去一で肌荒れしてるから2日連続パックしました。お肌を甘やかしちゃいました。だるまありがとうございます、卵ありがとうございます。あたくさん睡眠取れたらいいね。寝たいです、寝たいです。パックって毎日するものだと思って、多分他のメンバーは毎日してると思います、やってる子は。でも私は肌甘やかしすぎたら将来ちょっと後悔するなって思ってるからやってないです。はい、うん、スキンケアはしてるけどね、もちろん。パックまで行ったらちょっと甘やかしすぎかなって個人的には思って、まあ、それぞれのね肌との戦いだと思うので、これはもう個人の戦いなので、自分の戦い方で戦ってますあ、助けて。お肌きれいにして、体重元に戻して、睡眠をバッチリする。でも多分睡眠は今日バッチリできるはず。なんかちょっと一段落した、今日のおしゃべり会が終わって。そうだから、ちょっと今日はちゃんと睡眠できる日だと思うので、今日はがっつり睡眠する日にしたい。そう、ありがとうございます。痩せたすぎる、めっちゃ痩せたい。10キロぐらい痩せたい
となったら10キロぐらい痩せたいって今思った。10キロはやばいか、10キロはやばいかもしれない。でもなんかせっかく今痩せたいっていう気持ちがあるならもうたくさんたくさん痩せたいなって。うんうん、ながら筋トレできればいいね。なんか寝てる時に勝手になんか運動してくれてたらいいのにな。それめっちゃいいじゃんね。誰かお願い。本当にわかんない。本当に教えてください。それで元に戻る感じ。さすがにそれはない、さすがにそれはない。だって10キロ太るならさすがに見た目変わるっしょ。さすがに10キロさ増えたらさ見た目でわかるっしょ。まあ、見た目で今あ見た目でわかるようになってる。そこまで変わらないことある、10キロ増えて。さすがにそれはないですけれども、でもなんかせっかく今痩せたいっていう気持ちがあるならなんか 10キロぐらい減らしたいなって思っただけ。ほんと無理、えマジ無理、やだ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 、お願いお願いお願い、勝手に痩せて、勝手に痩せて、お願いお願いします。明日朝起きてたら10キロ減ってますように。目かゆ、本当に無理。もうなんか花粉症もやばいしさ、なんなのみんな、ひなに降りかかってきて、みんないろんなものが自分に今降りかかってきて、花粉やばい本当に。なんだかさ、朝起きたらさ、めっちゃ目痛くてさ、ゴロゴロしてさ、何なのって思って一日過ごして、今も痛いんだけど、何なんですかこれ、本当に。なんで？なんかこれ、物もらいでもできたの。なんか左目痛いんだよね。かゆいし、痛いし、鼻水止まらないし、鼻詰まってるし。はぁ、あ。何これ、なんか目の中痛いんだけど、あっち行け。あっち行け。2022年はキレゲーですか。そうですね、なんか最近ショールームでキレるのにハマってます。ショールームでキレるのにハマってます、なんか謎に。まぶたの裏になんかできもの、うん、でもなんかそうかもしれない、なんかゴロゴロ痛い、なんかちょっとなんかできものができたかもしれないです。うんうん。でもなんかこうやって目こうやってやってみてもなんもないんですよ。そういうのが一番嫌だ。まあ、だったらあれって思いません？だったらあれよって思うんですよ。今ゴロゴロして痛いんだからさ、何もないのに痛いって何なのって感じじゃん。だったらなんか見える出来物できてた方が良くないですか。何なの。
ね、日元やんだ、ね、さ、それを言い始めたの誰ですか、本当に。それ言い始めたの本当誰、な、誰が元やん誰が元やん、マジで。どういうこと、本当にたまに言われるんだけどたまに言われるんだけど、どこがっすかどこがでしょうか。全く元やんな雰囲気ないでしょ、もう全くよ信じてしまった、ほーら、こうやって今信じた方がいますよ。違いますからね、違いますからね。自転車で旗持って走ってたかそれはもう部活、部活ですよ、部活やりたくてやってたわけじゃないですよまるくなったって聞いたことある、誰からですか誰からですか、本当に。元ヤン、もう元ヤンかこんばんは、うんうん、全くそんなイメージないでしょ。こんばんは、特攻服に合いそう。でも可愛いよね、特攻服って。普通に衣装とかでさ着たい、衣装とかで着たいです。うんうん、初見はギャルかと思った。嘘でしょ、そんな風に見えました、私。全然違いますよ。もうおとなしい、至って普通の女の子です。うんうん。うんうん。そうそう、マナちゃんがギャルって言ってた。いや、マナに言われたくないわマナに言われたくないよ。ギャルはマナ、マナだよ。ギャルはギャルに、ギャルにギャルってね言われてもね全くよ、全くよ。うんうん、こんばんは。もうほんとやだ、なんなん、もうどっか行けどっか行け、花粉。こっち来んな、こっち来んな、ほんと無理。うんうん、まるちゃんは間違いなくギャルね。なんかギャルにギャルって言われたんですけど、どう思いますかね、
かしいですよね。ギャルにギャルって言われたんですけど。眠くなってきた。あーお腹すいた。お腹もすいた。夢の国行きたい。夢の国行きたい。なんかこの間お友達と遊んだ時にさ、制服ディズニーするんだって言っててさ、いいなーって、なったっていう話。急にお話変わっちゃった。制服ディズニー憧れてたのにな。一度も経験したことなかった。高校生で夢の国行きたかった。はあ。行ってみたかったな、制服で夢の国とか。いいなあ。いいなあ、いいなあ。めっちゃジェットコースター乗りまくりたい。もう最近本当に夢の国に行きたい欲がやばくてね。本当にやばくて、夢の国に行きたい欲がもうレベチでやばいんです。でなんかしかもなんか、この間お姉ちゃんから家族 LINE に写真送られてきて、なんか大阪に行ったらしくて、USJ 行ったんだって。もうさ、夢の国がある土地に住んでるくせにさ、そうやってさ大阪とかにも行ってさ、 USJ 行ってさ、いいなってなりましたよね。いいなってなりましたよね。羨ましいやつだマジで。なんなん。なんなん本当に。何しとん、何しそう本当に。こっちはさ、もうさ何年も夢の国行ってなくてさ、ムカ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 してんのにさ、もうすぐそこに夢の国があるところに住んでんのにさ、大阪まで行って安市行ってさ、いいな。もうひな、今日はね、今日はもうキレ女だから。うん。はあ、まったく。まったく。楽しそうだなあ。いいなあ。クマさんありがとうございます。ありがとうございます。いやマジでさ、夢の国行きたいって言ってんじゃん。行きたい、本当に無理。もう行きたいって言ってんのにさ。行きたい、マジ行きたい。もう無理。もう無理。夢の国行きたすぎてなんか頭おかしくなりそう。羨ましい、羨ましい夢の国。
いいなぁ、行きたい、本当に行きたい、もうマジで行きたすぎてなんか頭がぐちゃぐちゃになる。行きたいな、夢の国。今言ったら本当に夢の国なんだろうな、なんかもうさ、なんて言うんだろう、もう久しぶりに行ったらもうより夢の国が夢の国なんだろうな。ちょっと日本語おかしいけど、行きたい、まさに夢の世界だね、絶対そうだよ、まさに夢の世界で、羨ましいよ、行きたいよ。いや本当に多分今夢の国に行けたら幸せすぎてぶっ倒れるかもしんない、もう一生出たくない夢の国から。多分今までで一番楽しい夢の国生活になると思う、今行ったら、たくさん我慢したから。ランド C 行きたい、 C 行きたいです、行きたい行きたい行きたい、わあ、ジェットコースター乗りたい。いいなあ。行きたい。本当にもうなんか言葉にならないぐらい行きたい。アリエルみたい。うわ、いいなあ。もう最近で電車の中でアリエルの歌聞いて泣いてるもん。電車の中でアリエルの歌聞いて泣いてる。こんなにいい夢の国に行きたいってなって泣いてる。この間サーヤにギター弾いてもらってアリエルの歌大熱唱した。ちょっとふざけ気味で。そう、サーヤがねギター弾いてくれたの、アリエルの。そう、ひながディズニーの曲とジブリの曲がすごい好きなんだけど、だからサーヤにお願いしたらディズニーの曲とジブリの曲をいくつかギターで弾いてくれたんですよ。それで私が大熱唱するっていう。そう、マジ惚れた。まみんなには聞かしてあげないけど、ひなだけが特権なのでね、これはもう自分だけが、しかもサーヤが歌ってくれたんですよ、マジでやばいんだよ。サーヤが千と千尋を歌ってくれたんですよ、ギターで弾きながら。もう声が良すぎて絶対誰にも聞かせてやんねえって思いながら聞きました。そう、自分だけの思い出にしようと思って、もう頭にねインプットしました。そう。だから本当に、まあ、話戻るとひな最近電車の中とかでいつも夢の国かディズニー、夢の国の音楽かジブリの音楽を聴いて、あの電車に乗るんですけど、まあ、それ以外ももちろん聴いてるけどね。でもすごくこう、わ今ジブリ聴きたいっていう時と
ディズニー聞きたいっていう時、あと寝る時も聞きながら寝るんですけど、本当に涙が出そうになる。こうなんか夢の国行きたいなってなって涙が出そうになります。でジブリ聞くと、わジブリの世界に入ってみたいなって思って涙が出そうになる。行きたいの、本当にもう夢の国に行きたい。そう、こんばんは。いいな。どのくらい行ってない、3年ぐらいかな。なんか3年前ぐらいにサラと2人で行ったんですよ、夢の国に。そう、これ多分3年くらい、3年半ぐらいかな。そう、東京行きたい。なんかもう夢の国に、夢の国に行けなくてもいいから、夢の国に行けなくてもいいから東京行きたい。なんかもうそれだけで夢の国。それだけでもう夢の国です、もう今は。そう、握手会もない。そう、握手会やりたい、握手会やりたい、握手会やりたくて泣いちゃいそう。USJ にはいつ以来行ってない、え、わかんない、もう結構行ってないと思います。ちょっと思い当たりがないから、まあまあ行ってないんだと思う、本当に。結構行ってないと思います USJ は。そう、なんか顔が痒くなってきた。なんか顔が痒くなってきた。なんかもうアレルギー反応を起こしてきたのかな、なんかわかんない、顔が痒くなってきた。何、なんかもうおかしくなってきた自分が。え、なんかおかしい、私顔が痒くなってきた。急に、え、本当に痒いんだけど、怖い。てかやっぱ顔太ったわ。顔太った、もうなんで、もう今日めっちゃ情緒不安定配信やん、おもろ。一回落ち着こう、一回ね。え、でもなんか本当に顔が痒い、本当に顔が痒い。でもさ、なんかひなってさ、いなんかさ、本当にさ、なんかあるとさ肌に出てきちゃうの。なんか塾とかでさ勉強してる時にさ、勉強嫌すぎてさ、めっちゃ腕にさ、めっちゃ腕にさブツブツ出てきてさ、なんかさ自分のさ気持ちですぐさ顔かゆくなったりさ、じんましん出てきたりするからさ、結構なんかガチで今ディズニー行きたい、行きたい、行きたい、行きたい気持ちが強すぎてじんましん出てきたかも。もう行きたくて行きたくて今情緒不安定で、なんか本当に痒い。でも本当に勉強嫌でじんましん出てくることよくありました。そう、もう本当に塾で勉強しててもう痒い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 みたいな、なんかで見たらブツブツブツってなってて、そう、じんましん、なんか本当に顔痒い。卵ありがとうございます。
やばい、ディズニー行かないとジンマシ、やばい、なんか目がピクピクしてきた、待って、なんか結構体に今どんどん、体にどんどんいろんな症状が出てきた、今目がピクピクってしたやば、なんか本当に本当に今どんどん体がおかしくなってきて今こっちの目すごかった、ピクピクピクってなった、いろんな症状が体に出てきてます、かゆい、え、ガチなやつこれ、普通に花粉、花粉、早く夢の国に行かないとどんどんジンマシンが増えていくかもしれない夢の国に行きたすぎて、夢の国に行きたすぎてジンマシンが出ましたっていう理由で早退できるのかな夢の国行きたいよ、行きたいよ、夢の国に行きたすぎて体にジンマシンがどんどん増えてきてるので夢の国に行かせてくださいって言ったら夢の国に行かせてもらえるかな今すぐ夢の国に行かないとどん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 顔が痒くなっていきます、なので行かせてください意味わからん、うんうん、うんうん、なんか本当に顔かゆいんだけど、もうガチなやつじゃない、ガチで夢の国に行きたすぎて顔に反応出てきた、でも本当によくあったの、塾で勉強嫌すぎてもう嫌だ嫌だ嫌だって思いながら勉強してたらジンマシン出てくることよくあったんです、え、ちょっとガチガチかな あ、なんかガチでブツブツしてきたんだけどガチでブツブツしてきたんだけど、やばい、ガチでジンマシン出てきたかもしれないガチなやつじゃないこれ、本当に本当になんか今日おかしい、自分でも思う、今日なんか自分おかしいんよね、なんかね今ね、いろんなことが自分に降り注ぎすぎてね、まあってなってるんだよ多分もう太ったでしょ、寝たいでしょ、花粉がすごいでしょ、もう肌荒れがすごいでしょ、そう、鼻が黒いでしょそれがもう嫌すぎてね、今情緒不安定だから多分ね、情緒不安定って言ってる時点で全然情緒不安定じゃないんですよ、はい、あのね、意外とねまともなんです、私多分って変だよって なってる時が多分私意外とまともなんですよ、いやマジであのね、ちゃんと自分の気持ちあるもんあの、はい、まあいっかみたいな感じで今適当なこと言ってるだけだから、そう、それはそう、本当にやばいと何も言わなくなっちゃう、そうだからもう
こうやって今ジュチフやってとか言ってる時点で多分私は大丈夫、そう大丈夫、なんかふざけてるだけなんですふざけてるだけって言ったらなんかちょっと誤解があるかもしれないけど、そういう時ってあるじゃないですか、なんか変なこと言いたくなる時ハートありがとうございます理性はある、全然ある、全然ある、はい、ファイトキットありがとうございます。え、これガチなのかな、ちょっと見たい、ちゃんと。うん、でもなんかブツブツしてる気がする、うん、あとありがとうございますそう空に向かって叫ぼう本当にストレス発散は大事ですよね、でも本当に大事、でもひなにとってのストレス発散はやっぱ食べることと寝ることなので、なんかまあ意外と毎日やってることだからいいんですけど、なんで今ひながこんなにこうなってるかっていうと、多分夢の国に行きたい欲が強すぎてもう本当に最近毎日夢の国のことしか考えてないの、夢の国に行きたい欲が強すぎてはーってなっちゃってるっていう。東京に行きたくて、東京の韓国料理が食べ、夢の国に行きたくて、ジェットコースターに乗りたくてそう、ハートありがとうございます、そう、うん、仕事が落ち着いたら行こうね、行きたいです、行きたい、マジで行きたい、絶対行く、絶対行く、行きたい、夢の国、もう夢の国しか勝たん、 USJ も行きたい、 USJ もUSJ も行きたいです、うん、そう、今日は夢の中で行けるという、そうですね、夢の中で行きたいです、行きたい、行きたい、夢、今日の夢は夢の国に行く夢でお願いします、お願いします、お願いしますガチで情緒不安定な変な人になっちゃうから、もう落ち着いた方がいいですね、そろ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 落ち着いた方がいいですね、うんうん、ほんとちょっとかゆいかゆくなってきた顔が
逆に夢って辛くなったり、あ、逆にね、逆に行きたくなってもっと辛くなるかもね。うん、夢の国行きましょう、みんな。やっぱ人生の幸せは夢の国だなって思います。もし明日死ぬって言われたら、どこで過ごしたいって聞かれたら、私は夢の国で過ごしたいです。はい、皆さんだったらどこでしょうか。ということでということでランキングを読みたいと思います。13位うにゃにゃにゃさん、ありがとうございます。12位マシオさん、ありがとうございます。11位ひろゆきさん、ありがとうございます。10位なかさん、ありがとうございます。9位うっちーさん、ありがとうございます。8位ティンバレラさん、ありがとうございます。7位ヤッキーさん、ありがとうございます。6位ヤマさん、ありがとうございます。5位アンドルさん、ありがとうございます。4位ゆずきちさん、ありがとうございます。3位ひやけさん、ありがとうございます。2位アグさん、ありがとうございます。1位ケイワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、明日はですね12時から配信をしたいと思います。明日は12時から1時に配信したいと思います。皆さん今日はおしゃべり会ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。楽しかった。今日はもうたくさん寝たいと思います。はい、もう今日はたくさん寝る日にしたいと思います。夜遅くまで配信ありがとうございました。ありがとうね。今日はディズニーの音楽聞いて寝よっと。今日はもうディズニーの音楽聞いて寝るしかないですね。おすすめです。皆さんも絶対やってほしい。今日は一緒にディズニーの音楽聴いて寝ましょう。ではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみ。またね。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみ、また明日。